ミッチェル・エヴァン・ハニガーは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、マウンテンビュー出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ、MLB のシアトル・マリナーズ所属。アーチ・ビショップ・ミッチ高等学校時代は、トレバー・ヒルデンバーガーとチームメイトだった。2009年の MLB ドラフト31巡目で、ニューヨーク・メッツから指名されたが、契約せずにカリフォルニアポリテクニック州立。 大学サンルイスオビスポ校へ進学した。2012年の MLB ドラフト一巡滅追保で、ミルウォーキーブルワーズから指名され、プロ入り。契約後、参加の A 級ウィスコンシンティンバーラトラーズで、プロデビュー。14試合に出場して打率、286、1本塁打、8打点、1盗塁を記録した。2013年は、A 級ウィスコンシンと、A 級ブレバードカウンティー、 マナティーズでプレーし、2球団合計で128試合に出場して打率、264、11本塁打、68打点、9盗塁を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、サプライズサグアロスに所属した。2014年は開幕から AQ ハンツビルスターズでプレーした。アリゾナダイヤモンドバックス時代2014年7月31日に、 ジェラルド・パーラとのトレードで、アンソニー・バンナと共にアリゾナ・ダイヤモンドバックスへ移籍した。移籍後は、参加のルーキー級アリゾナ・リーグ・ダイヤモンドバックスと、AA 級モービル・ベイベアーズでプレイし、移籍前を含めて3球団合計で79試合に出場して打率、259、11本塁打、43打点、4盗塁を記録した。2015年は、 a 級バイセイディアローハイドと AAQ モービルでプレーし2球団合計で104試合に出場して打率310、13本類打、55打点12盗塁を記録した2016年は AAQ モービルで開幕を迎えトリプル a 級リノ A シズを経て8月16日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした同日のメッツ戦にて7番 左翼手で先発出場してメジャーデビュー。6回裏にノア・シンダーガードからメジャー初安打となる2.3塁打を放ち、この試合は4打数に安打3打点と活躍した。この年メジャーでは34試合に出場して打率、229、5本塁打、17打点を記録した。2016年11月23日に台風案、ウォーカー、 ケーテル・マルテとのトレードで、ジーン・セグラ、ザック、カーティスと共にシアトル・マリナーズへ移籍した。2017年は2度の故障者リスト入りがあったが、右翼手に定着して96試合に出場。打率28、282、16本塁打、47打点、5盗塁を記録した。2018年は前半戦で打率、271、17本塁打。 六十二打点、五盗塁を記録し、オールスターに初選出された。最終的には百五十七試合に出場して打率。二百八十五二十六本塁が、十三打点、八盗塁を記録した。オフの十月二十九日に二千十八日米野球の MLB 選抜に選出された。二千十九年は六月に自打球で抗眼を破裂する重傷を追い戦線離脱し、 そのため63試合の出場に止まった。オフに腰の手術を受けている以降は全休した。2020年はシーズンを全休した。ありがとうございます。